慣れちゃったかの。あなたの孫だってば、今日ここに引っ越してくるって手紙に書いたでしょ。おー、そうじゃったそうじゃった。待っておったぞ。遠いところをよく来たの。汽車で2日もかかるなんて聞いてないわよ。パパもママも何も教えてくれないんだから。相変わらずじゃな。それで今日は一体何の用事じゃ。だから引っ越してきたんだってば。じいちゃんも相変わらずね。入ってもいい？
話してるの？子供は楽しそうでいいわね。お化けは人間の大人には見えないでしょ？ってことは本物なんだ。やっぱりお化けは怖いでしか？ううん、すごいじゃない。え？お化けに会っちゃうなんてラッキーね。ね、私と友達になってよ。え？そんな人間の人にそんなこと言われたの初めてでしゅ。オッケーってこと？よろしくね、ピノ。ピノ。あ、兄たま。心配したぞ。その人間は？ピノを助けてくれたでしゅ。お友達になったでしゅ。友達？何を？いや、妹が世話になったみたいだね。お礼がしたいから、僕たちのホームまで来ないか？ホーム？兄たま、いいんですか？みんなには、僕から話そう。よかったでしゅ。案内するでしょ？なんだかよくわからないけど、お願いするわ。こっちだ。へぇ、こんなところから行くの？この先が、ピノたちの暮らしているお化けホームでしゅ。みんな変わってはいるけど、いいお化けたちばかりだよ。さあ、姉たま、一緒に行くでしゅ。ドキドキするわね。
かなかナイスな踊りね。いや、来てたぽ。だって、町にいても退屈なのよね。君は変わってるぽ。なんでよ。普通、お化けって怖がるもんだぽ。その顔じゃ怖くないよ。うわぁ、ひどいぽ。大変でしゅ。どうしたの？ニータマがファントムに捕まったのでしゅ。ファントム？そりゃ大変だぽ。ファントム？最近よそから来たっていうお化けたちね。乱暴者でなかなかのワルだぽ。そんなやつ、私のプリティトルネードキックでやっつけてやるわ。確かに君のキックは強烈だけど、ファントムは危険なやつらだぽ。そうでしゅ。あれさえ使えれば。この中にはある武器が封印されてるでしょ。これに？全然知らなかったわ。ねえ、たま、触ってみるでしょ。私、悪いやつをやっつけた伝説の武器でしゅ。ニータマが教えてくれたでしゅ。へえ、こんなものがあったのね。でも、誰も引き抜けなかったぽ。ニータマが試してみてほしいでしゅ。わかったわ。抜けたらショートケーキをおごってもらうわよ。いいからさっさと試すぽ。抜けたわよ。驚いたぽ。これでファントムと戦えるぽ。いいの。ファントムたちはどこにいるの？遺跡のあたりにいるはずでしゅ。データマ、お願いするでしゅ。任しておいて。よし、それじゃあ僕はここで踊って応援するぽ。どんな応援なのよ。
ピノの言ってた遺跡みたいね。ん？あなたが服をさらったファントムね。それはお化け違いというもの。我が輩は通りすがりのお化けである。ファントムの奴らなら遺跡の奥へ去っていった。あからさまに怪しいけど、ま、いいわ。なかなかいいドリルを持っているね。大事にするがいい。さらばである。
来た。助けに来てくれたのかい？あれ？元気みたいね。出られるなら自分で逃げなさいよ。今気づいたんだ。そんなことより大変だ。今度は何なの？ファントムの奴らがお化けホームを狙ってるんだ。それじゃあ。急に天気が悪くなってきたわ。雨でも降るのかな？いや、あれは雲じゃない。闇の霧だよ。闇の霧？嫌な予感がする。僕は急いでホームへ帰るよ。あ、待ってよ。任務が終わったのです。っていうか、超余裕って感じ。クワッ、クワッ、クワッ。何匹か逃がしたですって。いいわよ、それくらい。うん、それよりお化粧が落ちちゃったわ。王子。四天王たちよ、ご苦労だったな。今俺様たちファントムの計画は輝かしい第一歩を踏み出した。お前たちの働きに期待しているぞ。任せてください。あーん、王子今日も超イケてるわ。ちょっとやらしい目で王子を見ないでちょうだい。スカポンタンな娘ね。何よ、超ムカつく。キャンキャンうるさいわ。王様の声に最近吹きかけないでくれる。うるさいぞ。いやー、大胆。ありえない。あんたのせいで怒られたじゃない。ポポポポ。それでこの後どうするですか？そのことだが。何よ、小娘。何よとは何よ。予定通り計画を次の段階に移すぞ。お前たちはすぐ持ち場に戻れ。了解しました。キャパパ。いや、待って。王子、失礼するわ。バイバイ王子、待ってね。さて、ようやくのご到着だな。これは。お帰りなさい、人間のお嬢さん。あなた、ファントムね。いかに、俺様はファントム一族の王子だ。以後お見知りを。王子？みんなはどうしてこんなことをするの？友達のお化けたちは部下の四天王が預かっているぞ。俺様たちの目的なら、いずれお前も知ることになるさ。さて、これでも何かと忙しい意味でな。今日のところは挨拶のみで失礼させてもらうぞ。いかが？お呼びによりただいま参上。あ、待ちなさいよ。また会おう、人間のお嬢さん。大丈夫、みんなお化けなんだから死にはしないわ。とりあえず誰か残ってないか探してみよっと。
Thank you.
ホームは完全に破壊されてしまったみたいだね。せっかく住み慣れてきた場所なのに悲しいでしょ。もう寝るとこもないっぽ。それに闇の霧も発生している。このままじゃまずいな。その闇の霧って何なの？この世界は僕たちお化けの心を映し出したもの。ホームが壊され、みんながさらわれたから世界が不安定になり始めているんだ。闇の霧が各地を覆い始めたのはその証拠だよ。どうすればいいの？さらわれた仲間を連れ戻してホームを直すしかない。みんなが安心して暮らせるようになればこの世界も安定するはずだよ。でもファントムの奴らは手強いっぽ。ネタマのドリルがあるでしょ。そう、このドリルなら戦える。きっとみんなを助けられるわ。ネタマ、お願いでしょ。僕からもお願いするよ。みんなを助けてあげてくれ。お願いっぽ。任しておいて。闇の霧が発生している場所には入ることができないはずだ。ひとまず入れる場所から仲間を探していくしかない。わかったわ。それじゃ早速出発ね。